どうも、ヤマトアグイテンです、今日ご紹介するのは、4月の6日にメーカーさんがちょっと来まして、一応ホークのメーカーさんですね、来まして一応提案いただいた小物の紹介になります。確かオレンジが一番売れてるって言ったな。このキーリングですね。このキーリングがメーカーさんのおすすめになってるそうで、こちら一応計4色になりますね。じゃあまあオレンジ、まあ、ブラックの、レッドで、普通にブラウンのナチュラルって感じになりますね。なんか普段鍵をつけるときに、まあ、もたつくとかもそうですし、この部分ですね、この感じが一番ベルトループにも引っ掛きやすくてすごい使えるっていうことでなんか人気があるそう で、女性の中にはなんかこれ可愛いからみたいな感じで求める人もいるようで、すごい人気があるアイテムだそうなので、よろしくお願いします。一応金額としては1800円に消費税で1980円っていう形になります。税込みは1980円です。おすすめなのでぜひお願いします。これオレンジですね。で、問題なのはもう一個ですね、アクセサリーなんですけど、近年なんかアンカーチェーンブレスレットっていうのがすごい非常に人気があるようで、まあ僕も一応つけてはいるんですけども、この3種ですね、一応こういう感じで大きさがそれぞれあって、これが一番なんか初心者向けのチェーンブレスレットで、まあ中級ぐらいですかね。で、なんか上級者みたいな感じのちょっと大きめの大ぶりなタイプになります。で、まあ華奢なので結構余裕持ってつけられるって感じですね。一応このトグルの T バーっていうんですかね、この T バーをこの中に、リングの中に、まあ、入れ込んでもらうんですけど、結構もたつきやすいんで、ここは最初は苦戦するかもしれないですね。こういう感じで中に入るんで、こういう感じですね。これぐらい余裕があれば結構太い腕の方とかでも余裕があるんじゃないかなと思います。まあこういう見た目になります。こういう感じですね。まあ見ている皆さんはどのブレスレットが好みかつけてみて判断してもらえたらなと思います。これであなたもおしゃれ上級者になるかもしれないので、よろしくお願いします。シャラシャラ言いますね。では365日ジーンズで遊ぼう、ヤマトで遊ぼう、ご覧いただきありがとうございます。アクセサリーつけると夏場は映えるよ。